横浜 FC、横浜 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 FC は、日本の神奈川県横浜市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブ。2001年に J リーグ加盟。運営会社は株式会社横浜フリースポーツクラブ。ホームスタジアムは、日発三沢球技場。練習場は、横浜 FC リーグ、トレーニングセンターである。 詳細はスタジアム、連城タを参照。クラブマスコットは宇宙人をモチーフとしたフリマルで創設十周年にあたる二千八年十二月に名称を公募し二千九年一月の新体制発表記者会見で名前が発表された。九百九十八年シーズンをもって横浜フリューゲルス、横浜 F が横浜マリノス、横浜 M に 九州合併されることが決定したことを受けて、横浜 F のサポーターたちによって、横浜 FC の運営会社となる、株式会社横、フリーエスポーツクラブ、横浜フリーエス C が12月25日に、設立された。1999年3月、日本サッカー協会により、日本フットボールリーグ、JFL に巡回員での加盟が承認された。ゼネラルマネージャー、 GM に、奥寺康彦、監督に、ピエール・リトバルスキー、コーチに、坂倉雄二が就任。また、パベル・ジェイ・ハークなど、元 J リーガー22人と、選手契約した。4月25日に、横浜国際総合競技場で、ジアトコと、初の公式戦、JFL 第2節を行った、引き分け、第3節、5月3日のミトホーリーホック戦で、初勝利を収めた。 JFL リーグ戦は18勝3分3敗の成績で JFL の初代優勝チームとなった。天皇杯は3回戦で V 川崎に敗退。2000年 JFL の正会員となった。本来 FC から水原大輝や田島博明を獲得。リーグ戦は後期第7節で国士館大学を破り、J リーグ加盟条件の2位以内が確定。後期第八節で 静岡産業大学に勝利して2年連続の JFL 優勝を決めた。シーズン終了後、2001年からの J リーグ加盟が承認され、J に参加が決まった。リトバルスキーがバイエル・レバー空前のコーチ就任に伴い監督を退任。新潟元監督の長井義和が公認監督に就任したが、シーズン途中に退任し、9月に新とケンジが監督に就任した。 J2 初年度は12チーム中9位の成績。2001年の J リーグカップは1回戦で、J1 の東京 V に勝利、2回戦で、川崎に敗退。天皇杯は3回戦で、J1 の FC 東京に勝利を収めた、回戦で、川崎に敗退。新党体制2年目。サコイブカナリや吉本武氏を期限付き遺跡で、広永雄氏を完全遺跡で獲得。 また、元横浜 F のアルゼンチン人 DF のフェルナンド・ダニエル・モネールが入団した。リーグ戦は、勝ち点、失点数ともに、リーグ再開で、新党は、シーズン終了後に監督を退任。初代監督のリトバルスキーが監督に就任。後藤義和や有馬健二が引退、広市長が移籍した一方、上昇寺、ルディバタ、マシューなどを獲得。なお、引退後に、 後藤はコーチを務めていたが、シーズン途中に現役に復帰した。最終成績は12クラブ中の11位。リトバルスキー体制2年目。ジェフエルソン、トゥイード、中島隆志天などを獲得。城がキャプテンとなった。開幕戦は、仙台に4-0で勝利。また、第17節まで4勝12分1敗の成績。第18節から4連敗したが、 最終順位は J2 昇格後最高の8位。なお、シーズン44試合中の22試合が引き分けであった。シーズン終了後にリトバルスキーが監督を退任した。2005年6月、学校、病院給食や企業の社内食堂を展開するレオックジャパンの関連会社フィートエンターテイメントが横浜フリー SC の 第三者割当て増資を引き受けて筆頭株主となった。ジャパンサッカーカレッジ元監督の足立雄介が監督に就任。補強は新人を中心にベテラン選手として佐藤和樹、テーフ、信弘などを獲得した。リーグ戦は第六節から15試合勝ち星なしを喫するなどで11位、12位チーム中で終わった。なおシーズン途中に 元日本代表の三浦和義、山口祖、広志、餅月重義など獲得した。キャッチフレーズ、夢に蹴りをつける。安達が監督を続投。室井一へ、渡辺光輝、手広志打つ、吉野智之、アウグストなどを獲得した一方、小野信義などが対談した。開幕戦、愛媛戦に敗北後に、安達が解任された、同年中に、 横浜 FC のユース部門責任者に就任。コーチの高木拓也が公認監督に就任し、監督交代後の第2節から第18節まで15戦、無敗、9勝6分、またこの間に連続無失点時間770分も記録し、共に J リーグ記録となった第43節で首位に立ち、11月26日の突戦に勝利して、 j に初優勝を決めた。12月4日の J リーグ理事会の承認により、J1 昇格が正式に決定した。北村智孝や吉田哲義、アレモンなどが対談。城が引退した一方、横浜 FM から元日本代表の奥大輔、久保達彦、東京 V からジウマールウバを獲得した。J1 開幕戦は浦和に1 2で敗北。第2節で、 横浜 FM に1の0で勝利し、J1 初勝利及び横浜ダービーの初対戦初勝利を挙げたが、その後は低迷。平本和樹、山田拓也などをシーズン途中に獲得するが、前半戦は再開。後半戦初戦の第19節、8月11日の横浜 FM 戦で1の8で大敗。8月27日に高木が解任され、 ジュリオレアルが監督に就任したが、10月20日の神戸戦に敗れ、J2 降格が決定した。最終節では、浦和の優勝を阻止した、最終順位は最下位。ナビスコカップは、グループリーグ敗退、天皇杯は5回戦で、愛媛に敗北した。シーズン終了後にジュリオレアルが監督を退任した。仙台や、新大阪元監督の津波敏が監督に就任し、 三年契約を結んだ。菅野隆則、内田智也などが、JY クラブへ移籍、山口や奥が引退するなど21人が対談した。一方、2006年に、ミトで16得点を挙げたアンデルソン、ミト前首相で6シーズンぶりの復帰となる DF、吉本武志、2007年の JFL 得点王5級匠、東京 V の戸川健太などを獲得した。リーグ戦は、 第39節時点で昇格の可能性が消滅し、最終順位は10位。なお、アンデルソンが16得点を挙げた。シーズン終了後に、津波が監督を解任された。山形や大宮で監督を務めた、樋口康史洋が2年契約で監督に就任。前年度チーム得点王の16ゴールを挙げた、アンデルソン、山田拓也、滝沢邦彦。 チョヨンチョル、太田康介、昨年大宮に、レンタル移籍していた、内田智也らが完全移籍で対談した一方、千葉に期限付き移籍していた、早川智信が復帰、韓国から劉高正、名古屋から片山進む店、大宮から田中てるが加入し、またレンタル移籍だった、戸川健太、須藤う海は、完全移籍となり、南波博明と並びチーム2位の7得点を決めた、 池本祐希もレンタル移籍期間延長となった。さらに4月には2006年から2007年7月まで在籍していた手博し打つが約2年ぶりに復帰した。リーグ戦は開幕から8試合勝利なし3分5敗。第9節水戸戦で初勝利したが第10節から8試合勝ちなし1分7敗。結局リーグ戦は16位に終わった。 天皇杯は3回戦で敗退。なお、シーズン終了後に、個人の都合により、樋口との2年契約を1年で打ち切った。前年まで、トス監督を務めていた、岸野康幸が監督に就任。トスから高知系、修、柳沢正幸、竹岡優斗、渡辺正樹、鳥取からシュナイダー淳之介、韓国、富山から金広し進む、仙台から、 FW サーレス、仙台や新潟に所属していたシルビーニョを完全遺跡で東京 V から元日本代表 FW 大国まさをレンタル遺跡で獲得。開幕3連勝の後、第4節から1勝9敗と低迷し、一時は15位に沈んだが、第14節の突戦以降5試合負けなし。6月に大国が退団、東京 V へ復帰後、 FC 東京へレンタル移籍したが、元、C 大阪の会を、元大分のホベルトを獲得した。シーズン成績は前年度を上回る6位。天皇杯は3回戦で、川崎に敗北した。岸野は、シーズン途中の9月1日から GM 兼任となった。岸野大成2年目。安倍匠が、レンタル終了、早川智信、戸川健太。 金広し進村の DF 陣が対団した一方、新潟から中野洋治、横浜 FM から藤田友人、鹿島から宮崎智彦を獲得。また、新人として、井出口正明、荒堀健次、佐藤健介、韓国、四世代学校から、僕大、広史などが入団。また、トスから DF、E 岡津や、FW 藤田義文、2010年に、 特別指定選手として、トスで3試合に出場した本領が入団した。ところが、リーグ戦は故障者が続出した影響もあり大きく、出遅れ、一時は FC ギフト、同順位ではあるが最下位に転落した。8月に e オが松本へ完全移籍した一方、2010年まで、柏に所属していたフランサを獲得、10月には OB の奥大介が、 強化部長に就任した。夏場に4連勝したが、後半戦は12試合連続無勝利を喫するなど、再度失速し、年間を通して一度も2桁順位から脱せないまま18位で、シーズンを終えた。天皇杯は、初戦、2回戦で松本に敗北。なお、岸野は、GM 職をこの年限りで辞任した。岸野体制3年目。柳沢正幸、フランセが退団。 宮崎智彦、藤田祐人、寺田新一が、レンタル移籍期間満了、荒堀健治が、栃木 SC に、西田剛が福岡に完全移籍した。一方、ペスンジン、大久保哲也、内田智也、安倍匠など、かつて、横浜 FC に所属した選手が復帰。また、杉山慎、田原豊、永井雄一郎、堀之内清を完全移籍で獲得。 大野瀬康介がユースから昇格し、韓国 U-19 代表候補のナソンス、2010シーズン特別指定選手だった、中里隆弘とプロ契約を結んだ。開幕2試合を1分1杯。第3節の千葉戦に敗北して、最下位に転落した翌3月18日に、岸野が監督を解任され、3月21日に OB の山口祖弘氏が監督に就任した。 第5節、第8節と再開となるが、第13節北九州戦から第18節、徳島戦まで、クラブ初の6連勝。後半戦初戦、第22節町田戦に勝利して9位に、浮上してからは、後半戦を通じて1桁順位を維持、第37節大分戦の勝利で、J1 昇格プレイオフ圏外の6位に浮上。第節から第節まで連勝し、 リーグ戦は4位の成績。昇格プレイオフは準決勝で5位の千葉に敗北し、J1 昇格はならなかった。天皇杯は3回戦で横浜 FM に敗北した。9月23日の徳島戦を9年ぶりに福島で開催。当初開催予定の日波球が使用できず、近隣スタジアムでの開催も全て不可となったことによる。なお、この試合は、 東日本大震災復興支援活動の一環として開催された。山口大成2年目、群馬から松下祐樹、川崎から黒津ま熊本から市村厚などを完全遺跡で獲得。また、レンタル遺跡や新卒選手が加入した。一方で、堀之内清氏が山形、安見武氏、渡辺正樹両名が北九州、杉山晋が岐阜、 中野陽次が土地にそれぞれ遺跡、安倍匠、関健太郎が、レンタル遺跡期間満了。8月に、ブラジルの SE、パルメーラスからパトリックが入団。開幕戦は、岐阜に勝利したが、第2節から3敗3分で第7節終了時点で20位と、低迷。第18節から第22節まで3連勝1回を、含む無敗。 4勝1分で、第22節時点で11位に浮上したが、第23節から第28節まで4連敗を、含む6試合未勝利、2分4敗。結局、J1 昇格プレイオフに進出した前年と異なり、降格圏までは落ちなかったものの、第4節終了時に11位となって以降一度も一桁順になることなく、 第39節の松本戦に敗れて、プレーオフ圏外の7位以下が確定。第40節から3連勝したが、最終順位は11位であった。天皇杯は2回戦で、金沢に敗北した。山口大成3年目。ユースから高岡陽平と、石井啓太が昇格。熊本から南雄太、東京部位から小池純樹と、飯尾一慶を獲得。ホウドを、ジョインビレから、 ドグラスをフィゲエンセから完全遺跡で得した。また、フェリペも完全遺跡で獲得。長田拓也を、浦和、松下俊弘を仙台から、それぞれ完全遺跡で獲得した。安江学を自由契約から獲得し、野村直樹を日本経済大学から新加入した。また、牧聖光も、歩行から完全遺跡で獲得した。一方、宝出選手は森本涼を、 相模原、井出口正明を、横浜 FC 香港、中里隆弘を、三戸、大久保哲也が、栃木 SC へ、青木正代が琉球へそれぞれレンタル移籍した。その他、永井雄一郎が、契約満了で退団し、柴崎高弘が、東京 V、パトリックがパルメイラスで、それぞれレンタル期間終了で退団。また、森下俊は、レンタル期間終了後、 所属元の川崎から岩田へ移籍。その他、完全移籍組は、シュナイダー淳之ケを、奈良クラブ、ペスンジンを、韓国のインチョン、高知啓治を、岐阜、竹岡優等、川崎、田原豊が、大のサムットソンクラーム FC へ移籍した。開幕から4試合連続無敗で4位に浮上する、ものの、その後は5試合連続未勝利で18位まで順位を下げた。 5試合連続未勝利の直後の第10節のアウェイのサヌキに勝利した後、第11節から再び5試合連続未勝利、4連敗と1分で15節終了後には20位へ転落した。その後巻き返して、第18節から15試合連続負けなしで8位に上昇し、第4節以来およそ17節ぶりに一桁順位となった。しかし、その直後の 第32節の長崎に敗れ、そこから再び5試合連続未勝利、13位へ後退した。第40節の岡山との対戦で0の2で敗れて、プレーオフ進出の可能性が消滅、7位以下が確定。最終順位は昨年2013年と同じく11位で終了。シーズン終了後、山口が契約満了で2015年の契約を更新しない、 こととなった。11月27日に、スタッフの手博氏、打つ、柴田紀信、中村良太、12月1日には、西島博之の契約満了を発表した。天皇杯では、初戦で富山に敗れた。ミロシュルスが監督に就任した。栃木から大久保哲也が、愛媛から村井大樹が、水戸から中里高弘が、相模原から森本亮。 琉球から青木正大が復帰。新卒では、成立学園高校より、上田春樹、産業農立大学より、楠本穂妻の2名が加入。年が明けてからは、ペフミンが沼津から、パクテ本が富山から復帰した。一方で、パクソンホ、ドーグラス、松下祐樹が対談。ホナウドが、イトゥアノ FC、ブラジルに期限付き移籍した。しかし、失点。 得失点差でワースト2位になるなどチームは低迷。ルスがクラブの成績不振、並びに自らの健康面の不安を理由として9月12日の札幌戦、札幌ドーム試合後に辞意を表明。異流に努めたが9月15日をもって辞任、公認監督に協会規制テクニカルディレクターの中田、ひとしが就任した。なお、順位は15位。シーズン終了後に、 中田が監督を退任し、強会育成テクニカルダイレクターに復帰した。昨年途中で辞任したルスが監督に復帰。岡山から田所良、徳島から津田智広、山形から西川翔吾、大宮から藤井裕太を完全遺跡で、ベトナム一部保安ア,アインザライから、グエントアンアンを期限付き遺跡で獲得。新外国人選手として、デニス・ハリロビッチを獲得。 さらに一度は契約を更新しなかった野崎洋介と再契約をした。一方で中島隆支店、鳥取、黒津正鳥取、村井大輝、井出口正明、ベトナム一部ホアナインザライラと契約を更新せず、小池純喜が、千葉、パクテホンが、K リーグ二部、テグ FC へ移籍した。開幕直後に新外国人選手として、今、岡山ネクストからにたどりこうたが、 期限付き遺跡で加入した。6月、留守は不正無役の治療に専念するために監督を辞任し、公認に中田人氏が就任した。最終順位は8位、天皇杯は大宮に敗れベスト16だった。中田大成2年目、甲府から5年ぶりに復帰の渡辺正樹、町田からカルフィンヨンアピンを完全遺跡で獲得。新外国人として、 ジョン・チュン・グン・オホ・キョウ、ユースから山本良太郎が昇格、大学生の中山祐希、荒井淳平、高校生の市川明が新加入した。一方で、安永学が引退、内田智也、香港一部サザンディストリクト FC、市村厚志、佐抜六首トラウス、松下俊博、鹿児島と契約を更新せず、大崎玲王が、徳島、小野瀬康介が、山口、 渋谷秘書が名古屋遺移籍、似た鳥光太は岡山に復帰した。3月にな、ソンスが鹿児島へ期限付き移籍、c 大阪を昨年末対談し部所属だった北野孝幸が加入。7月に元橋のレアンドロ・ドミンゲスが加入した。10月、37節の時点で J1 自動昇格圏外の順位に低迷していることを理由に中田を解任。 スポーツダイレクターを務める奥寺康彦が代行監督を務めた後、同月24日に配置代表などを務めたエジソン・アラウジョ・タバレスが監督に就任した。シーズン終盤まで J1 昇格プレーオフ進出の可能性があったが、41節、岡山に引き分けたことによりに6位の可能性が消滅し、プレーオフ進出はなくな。最終順位は10位、天皇杯は、 金沢に敗れ2回戦敗退。ホームスタジアムは、日発三沢球技場、旧章、三沢公園球技場である。過去のホームゲーム開催スタジアムは,は横浜 FC の年度別成績一覧リング戦、年度別入場者数を参照のこと。2006年シーズンまでは固定の練習場を持たず、港北区の新横フットボールパークなどの横浜市内の施設を転々としていた。 2007年からかつて横浜 F や横浜 FM が使用していた突過区の横浜スポーツマンクラブ内のグラウンド当時の名称は横浜 FC リークトレーニングセンターを練習場として使用することになったが賃貸量が高いことや練習用のサッカーコートの数が不足していること理由として練習施設の移転を模索していた2009年11月 横浜 FC を運営する株式会社横浜フリースポーツクラブ横浜フリー ASC が横浜水道局の西谷浄水場内小戸川区にある体育施設の事業者に選定され2010年3月に横浜フリー ASC は同施設を活動拠点として10年間賃貸する契約を横浜市水道局と締結したこれを受けて 横浜フリー ASC は2010年4月より練習場の建設を開始し、2010年7月3日に西谷上水場内へ横浜 FC の練習場が移転したリークが同練習場の命名権を取得し、名称は横浜 FC リークトレーニングセンター。同施設内は天然芝と人工芝が各一面のサッカーグラウンド、体育館や管理棟を改装する。 クラブハウスなどが整備され、トップチームに加えて、横浜 FC ユースや横浜 FC ジュニアユースなどの練習場としても活用している。なお、2013年9月より上日の突角のグラウンドは横浜 FC 唐突カフットボールパークイン、横浜スポーツマンクラブの名称で育成等の拠点として、一般社団法人横浜 FC スポーツクラブによって運営れている。 横浜 FC は2011年シーズンより対戦相手によって販売価格が異なるチケットのカテゴリー制を導入している。カテゴリー1の対象試合はカテゴリー2のそれに比べて一部の席の種類で価格が最大500円高なっているのが特徴である。各年度のカテゴリーの対象クラブは下評の通り横浜 FC はアカデミー育成組織として 次の3カテゴリーを持っている。2016年度より、イ、hey! クラブ所属の若手と大学との協力でチームを編成し、U-21 対2円、新聞国際サッカー選手権に参加している。幼稚園児から大人に至るまでの横浜 FC サッカースクールは、2012年6月に設立された、一般社団法人横浜 FC スポーツクラブが運営している。 横浜フリー ASC は2013年2月に発足した女子サッカーチーム横浜 FC シーガルズを運営している。横浜 FC シーガルズの関連クラブとして横須賀市に横須賀シーガルズが置かれている。横浜フリー ASC は次のようなスポーツに関する事業を手がけている。また二千十二年七月に香港リーグの標準旅路の運営権を取得し、 その運営会社として、横浜 FC 香港スポーツクラブ株式会社を設立したが、2015年シーズンより別企業へ運営権を譲渡した。横浜 FC は企業の資本に頼らない、純市民参加型のサッカースポーツクラブ作りを目指すという観点で、クラブ運営の核となる任意組織、組織をフリエスタを設立した。モデルは、 スペインの FC バルセロナとされている。同クラブも一般市民から集めた会費をもととして、サッカークラブを中心とした様々なスポーツクラブ活動を展開してきた。横浜 FC も創設当初は市民から会員、組織を募集した。会員は会費をクラブに収める見返りとして、希望者への年間指定席の圧戦のほか、 試合会場や各種イベントでの運営アシスタント、ボランヤへの登録やクラブ上層部との意見、交換会などに出席できる権利を得ることができた。しかし、J に加入が確定した2001年年頭頃から、問題が表面化した。ソシオの役員会選選挙が実施されている最中、ソシオの会員宛に運営会社の株式会社横浜、フリエスポーツクラブ、横浜フリエースから、 協約書が送付された。その内容は、ソシオ会員は全員横浜フリー SC と直接契約を結ぶことを求めるもので、本協約書にご賛同いただけず大会を希望される。方にはご返金いたしますという内容だった。ソシオとの協議で横浜フリー SC は、ソシオの会費は当初から運営会社の運営費として捻出されることになっていたが、 理事会の承認なしに運営費を拠出できないのは責任ある、球団経営が見込めいと判断したと主張し、これまでのソシオとの協定書を破棄することを宣言した。2001年9月、横浜フリーエース C はソシオに代わる新しいチームの公演組織、横浜 FC、クラブメンバーを創設し、新社長に就任した奥寺保有の株式をソシオ会員ではなく、 クラブメンバーに割り当てること、また会員には、サッカーをする、触れるといった体験型のイベントを充実させることや、個人情報の管理、責任をより徹底、明確にすることなどを提案。これには、ソシオ理事会側が、遺憾の意を示す。その後、ソシオは、横浜フリー ASC に対し、ソシオの会費の一部、七百四十万円相当と、会員名簿の返還を求めるよう、 横浜地方裁判所に仮処分申請を行ったが、2002年1月に却下された。ソシオは東京高等裁判所に即時広告を行ったが、これも2003年に却下された。その趣旨は、入会事務、会員名簿の作成は、運営会社から委託された業者が行い、団体として内部的にも自立して運営されているとは、認めがたいから、ソシオは、 法人格を有しない団体でも、例外的に当事者能力が認められる民事保全法7条、民事訴訟法29条の法人でない社団とは認められない。よって、当事者能力がないから、申し立ては不適法であるというものだった。その間、横浜フリー ASC が、訴訟の名称は、横浜フリー ASC に、商標登録がある。このまま使用を続けるのなら、 法的な処置も辞さないとソシオに通告を行い、2003年にソシオはソシオフリエスタからソシオ横浜に名称を変更した。2003年9月、ソシオと横浜フリエシ c は和解合意書に調印し、2年以上に及んだ横浜フリエシ c とソシオの対立はクリを迎えた。なお、ソシオ横浜の公式サイトは2008年1月を最後に更新が止まっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。